私自身6歳の時からピアノを習っていて、どんな時でもピアノの前に座ると好きな場所に行ける、どこにでも旅ができるような、そういう存在だなと思っています。今回その弾くものではなく、こう塗るものとしてピアノを見た時に、改めてその大きさと存在感とか、その神々しさみたいなものに圧倒されまして、弾く時とは全然違う気持ちになりました。